原社長にとってそのものづくりに込める思いとかですね、ものづくりとはと問われたら、大層なことは言えないんですけれども、そこにはねやっぱりドラマがあるんですよね。難題課題をいただく場合もありますから、それを受けて、採算性も考えながら、それを持ち帰ってみんなで考えながら、そして一つ一つまた提案をして、そして認めていただいた時に大きな果実となって帰ってきますんで、しかもそこには新しい技術が付加されてますから、我々のその会社にですね、その技術は蓄積されていきますし、その喜びがねやっぱり会社を信用していただく源になっていると思ってるんです。そういう喜びを社員の皆さんと分かち合っていくわけですね。そうですね。喜びがないと会社ってつまんないんで、みんなでドラマを作ってるようなもので、やっぱり、ヒヤヒヤドキドキする場面ももちろんあるんですけれども、それが達成された時の喜びは、何とも言えないものがあるわけですね。そういったそのドラマをある意味楽しんだりだとか、喜びを分かち合ったりとかっていう、いかにこの社員さんに主体的になってもらうかっていうのが強い会社の一つのあり方かなとも思うんですけれども、そういう意味では社長は社員の皆さんにですね、どういうふうに育ってもらいたいだとか、どういうふうに動機づけをされていらっしゃいますか？そうですね。自分の経験もね含めますと、基本的には逃げずに、そして仲間と相談するっていうことですね。個人の力ってそんなにみんなエキスパートな部分があるわけじゃなくて、会社っていろんな人が能力を持った人もいますし、面白い人もいますしね、相談することで一人でお客様にお答えするよりも相談しながらやってきますとね、意外にね、こんなことこの人知ってたのかというようなところも気づきもあったりしてですね、お客さんに返すその回答もね非常に多様性のある回答になっていきますので、そういう仲間と一緒に仕事をする喜びを味わってもらいたいなと思ってるんですね。それが経験を積めばですね、また孤立せずにいけるんじゃないかなと思っています。ですからちょっと最近ね、今の若い人たちがいろいろ言われてますけれども、少子高齢化になって今、そういった新卒の皆さんを採用させていただくのも本当に大変で、一生懸命させていただいてるんですけれども、入社されたらされたでですね、不安な方もいっぱいおられます。ですからこういった人たちに仕事の面白さをねどうやって伝えていくかというのが我々の仕事で、本当に30歳頃まではね一緒になってその人を育てていく期間にしてもいいんじゃないかなというふうに思っております。どうまたその育った社員さんが次の世代を育てていくかみたいなところですか？そうですね。自信がついてくるともうどんどんみんな外へ行きますから、だから自信がつくまでは大事に、そしてまた厳しくも育てなきゃいけないと思っています。でうちの会社では教育を大事にしようということで、十数年前からね、何も外部から人を招聘したわけではないんですけれども、みんなで手作りの教育システムを作って。今はもうこんなちっちゃな会社ですけども、50数種類の科目を作って、カリキュラムを作って、なんかプロジェクト名とかありますか？もうねそれは多岐にあるもんですからね。例えばいくつか教えていただきます。管理部隊は管理部隊、製造は製造、実務的でね、施工管理技師を取るためのそういうアプローチもありますけれども、実にさまざまなね講習研修というのをね、みんないろんなとこから引っ張ってきてくれましてね、しかも研修は最近は国あるいは自治体からの補助がついたような研修もいっぱいあるもんですから、コストも考えてくれてですね、比較的、なかなかいい研修項目アイテムをですね選んでくれてましてね、面白いなと思ってます。ですからなるべく若い人たちには若い人って言いますか中堅もそうですけれども、会社からある程度のレベルに達するまでこれはやってくださいよというのはもちろんありますけれども、基本的なところが済むと、あとは自分で手を挙げてもらってですね、どんどん参加していただくという、そしてその皆さんの自信がついてきますとね、いろんな社内での発言力であるとか行動力も変わってくるものですから、まあ、そういう段階に行くとね、よしというところですね。そして人が人を教えるようになってきますんで、こうなってきますとね、非常にいい回転で回っていくんじゃないでしょうかね。